はい、どうもこんにちは、風船使いたキムです、今回はですね、新型コロナウイルスの影響によってちょっと普段僕がやってるバルーンアートソシオっていうグランフロート大阪でやってるバルーンサークルのね活動がちょっと中止になってしまいました。はい、もうしょうがないですね、もうこればっかりはもう大変なんで。で、ただちょっとね、せっかく、まあ今回初参加とかで楽しみにしてくれた方もいらっしゃったので、まあそう、残念だなと思っております。で、そこで、まあ、せっかくなのでね、今回やるはずやった、バルーンプロジェクト X! はい、これを、やる予定やったんですけれども、やりたかったんですけど、ちょっとなくなってしまったので、まあ、せっかくなので、動画でちょっと簡単な、触りの部分だけ、ちょっとご紹介させていただきますので、まあ、ぜひこれを見て、次の活動を楽しみにしていただければなと思いますんで、まあいろいろと大変だと思いますけれども、負けずに笑顔でやっていきましょう。ということで、今回はバルーンプロジェクト X の序章ということになります。はい、皆さんも一緒にバルーンプロジェクト X、どうぞ。はい、そしたら説明していきたいと思います。でこれが X 網です。ね、X 網。はい。で、4本風船使っております。で、これどういう感じになってるかっていうと、結んでますね。2本の風船、2本で1組にした風船を2つ使ってると。で、それを、要は、こう、クロスして、合体させて、まあ、編んでるという感じですね。これを X 編みと言います。はい。で、これもし、幅をこう、足したいときは、まあ、この横をどんどん増やしていただければ、こっちでもいいですよ。全然同じことになりますので、まあ、基本的にはこういう形に、なります。はい。で、じゃあどういう風にちょっと編んでいくのかっていうのを実際やっていきたいと思うんですけども、まあ、この上は見本なんで、ここが要は結んでるスタートと思ってちょっと考えてみてください。で、まず、一番最初に編むのはその2つの、風船。二セットの風船をね、まず一つに束ねることになります。で、一段目ということですね。で、真ん中同士、一個ずつ玉を取りまして、玉を取って、こんな風に、回転させると、今、二つのセットが一緒になったと思ってくださいね。そしたら、ここですね、次。で、ここでもしもう一列行くときは、ここに、要は足して、どんどんまずこう一列目を作っていくんですけど、今回4段なので、もうここで端っこになりますね。端っこの玉を使って、まあ、ここないので、そのままもう一個取ります。はい。で、もう一個真ん中、ここ、玉取ります。で、ひねります。はい、ひねりました。で、じゃあ次、こっちですね。端っこ。こっちも、一つ、二つと、取りました。したら、真ん中のやつ一つ取って、これを、まあ、ひねり合わせるという感じになります。はい。で、じゃあ次また真ん中というような形で、どんどん、クロスさせていく。X にしていくという感じですね。はい。これが、X 編みです。どんどんただ下に行くだけです。これそのまま。で、その時ちょっと注意していただきたいことがあって、要はね、まあ、絶対にこの玉のサイズを、ずっと一緒にしてほしいんですよ。だからこう途中でこれが大きくなったりちっちゃくなったりすると、だんだんガタガタになってきます。もうガタガタになると修復できませんのでね。例えばここで大きくしたから次ちっちゃくしようとか、そういうことできませんので、常に必ず一定のサイズで、やっていってください。まあ、多少の誤差はなんとかなりますけれども、ね、こんな風に同じサイズでやっていってください。この時に、どうしても、ちょっとね、まあ、大きいサイズで風船ひねる方が楽なので、だんだんね、こう、無意識に大きくなってくるんですよ、これ幅が。これね、幅が。でも、これ、定期的にこういう風に合わせていただいて、幅が変わってないかどうかを、ちょっと確認して、最初の玉と要は大きさが変わってないかどうかを確認しながら、進めていってください。でないと、どうしても、大きくなりがちなので、定期的に確認していただくということになります。はい。で、あと、まあ、ポイントとしては、このひねるときの、このひねる方向とか回数ですね。できる限り同じがいいです。例えば、ここで3回、キュッキュッキュッと動かして、ここ3回、キュッキュッキュッ。
動かしてる。はい。1回ひねった。で、まあ2回ひねる。別にこれ1回でもいいんですよ。ひねる。とかね、この回数も決めといてください。こっちがね、反対回転。で、こっちが反対回転になると、こう、風船同士が喧嘩し合って、これが歪んできます。だから、こう、ごった型になってくる。よくそれで、なぜか平らになりません。という、何か質問を受けることがあるんですけれども、基本的にはそれです。はい。ひねる方向が、まあ、バラバラ、もしくは、玉のサイズが違うというところが原因になってきますので、まあ、そこさえ、むしろ注意していただければ、構造はもう非常に簡単なので、誰でも作ることが、できます。これが、X 編みです。はい。そしたらね、ちなみになんですけれども、X 編みからね、まあ、これが一番基本なんですけど、ここからいくつか、要は、派生する技があります。アスタリスク編みと呼ばれているものですね。で、要はこの X 編みに縦足していきます。で、縦足しました。要はこの列とこの列とこの列で一本ずつ足したんですね。はい。はい、X 編みをします。X 編みします。で、この真ん中に同じサイズで玉作ります。はい。はい、こんな感じですね。一本埋まりました。で、もう一個やりますね。はい、これをちょっと繰り返しますね。お、できてきた、できてきた。よいしょ。ちょっとだけやってみました。で、アスタリスク編みに途中で変えました。はい、ここです。ここですね。はい。要は X 編みずっと来ました。そこに、この隙間に一本入れるということです。だから、それぞれ3列、この、今4つの風船あったら、この隙間の縦列ね、ここの間。三つありますね。そこに、要はもう一本ずつ足して、さらに縦列を増やしていく。こういう感じにすると、このように、ここがね、こうアスタリスクマークのように、なってますので、なので、アスタリスク編みというふうに言います。はい。で、これなんですけれども、まあこれもね、すごいここに風船埋めるので、非常にやりにくい、とは思います。最初はちょっと難しいと思うんですけれども、バブルサイズを大きくすれば、まあ単純にやりやすくなりますので、ちょっとね、この X 編みの時はこういう球体で、どんどん編んでいくんですけれども、それよりも少し大きい楕円ぐらいのサイズから、まあまずその始めていただいて、構造を理解していただければいいのかなと思います。まあ普通にやったら大体指、男の人で指2本分、ぐらいかな。女性の方やったら3本分ですね。で、編んでいっていただければ、同じ玉をずっと取り続けるだけで、まあ、こういう風に、簡単に、アスタリスクが作れるようになりますので、ぜひ試していただければな、と思います。はい。これが X 編みと、まあ、簡単なアスタリスク編みの、説明になります。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。X 編みと、まあ、アスタリスク編みの簡単な、説明ということになります。まあ、実際に、ソシオとかに来ていただいたら、まあ、もう少し、詳しく、説明していけると思いますので、まあ、ぜひ、遊びに来ていただければな、と思います。はい。じゃあ、今回はね、プロジェクト X の序章ということで、はい、ぜひ、まずこれをご自宅で参考にしていただいてから、遊びに来ていただければなと思います。それでは、今回はこれで以上となります。どうもありがとうございました。さよなら。